はい、こんにちは。幕張新都心店モアナでございます。今日は2回目ゲストを呼んでおります。 JVC ケウトからマジーさん。はい、お久しぶりです。どうもです。前回は、このバッテリー JVC のジャクリーどんなもんなのかっていう説明を見ていただいたんですけど、今日はじゃあ実際何使えるんだって。はい、はい、そうですね。というところ、はい、中に来ていただいたお客さんいつも釘付けになってるんですけど、これマジーさん作ったの？あ、そうですね。はい、ちょこちょこマジーさん映ってるんですけど、これでもわからないぞという人のために今日はご用意いただきました。何ですかこれ？これですね、ちょっとねちょっと私物感がめちゃめちゃあるんですけど、実はあの想定、そうですね、アウトドアで、はい、ポータブル電源に挿して使えそうな、はい、ものをちょっとセレクトして、うん、いやこんなの使えるんですか、使えますよって、即答できるような長期的なもの、はい、用意しました、こういった扇風機とかですね。扇風機使えます、使えます、はい、夏のキャンプ使えますね。ちっちゃいお子さんとかいる方いいと思います。はい、あとこれ何ですか？これが冷温庫ですね。冷温庫、はい、冷凍庫、そうそう、冷蔵庫とあと保温ができるちっちゃな冷蔵庫です。でこれポットで、これバッテリーですね。はい、ソーラーパネル、はい、あとはモバイルバッテリー、スマートフォン、スマートフォン、はい。じゃあ、これを使って、実際に操作というか動作こんな感じですよっていうのをちょっとやっていきますんで、はい、はい、ご期待ください。よろしくお願いします。ちょっと場所を移動してきまして、実際テントマジーさんと入ってきました。9月10月、ちょっと残暑厳しいかなですね。大きなツールームでこちらのジャクリ使いながらちょっと説明していきたいと思うんですけど、ちょっとカメラちょっと寄ってもらっていいですか？もうすでに充電がこういうモニターが出てますね。で今準備してたのが、まあこちらの当時でも人気の、ビーコンライトですね。充電完了してますんで、今実際こいつで充電したんですけど、まあこいつでちょっと照らしながら始めようかなと。まあこういうふうにやっぱり USB のジャック使って充電もしくは直接流す、まあキャンプ編も多いんですけど、まあこれもいい例です。じゃあマジさん、はい、お願いします。はい、まずはですねよく使うものとして、はい、スマートフォン、ああ絶対使う、そうですね、はい、その充電やってみたいと思います。絶対使いますよね。ですね、キャンプ場の支払いも結構あれですからね、バーコード決済あいけるとこやっぱ多いですよ。なるほどなるほど、はい、そしたらこちらのですね使うボタンのところを押していただいて、 USB ですので、で USB のところに差し込んでいただければと、今もう充電始めてます。うん、まあ、あとあると便利なモバイルバッテリー、はいはい、バッテリーからバッテリーに充電しちゃうっていう、はい、そんな感じですね。これも差し込んでいただければ、何で充電が始まります。うん、おすげえ、はい、USB だと3つあるんで、3つありますね。3つ同時に同時にいけます。いけると、はい、まあ、3人家族、4人家族、5人家族、まあ、スマートフォン一遍にやっちゃうことも可能、はい、できます。はい、これは USB いいです、はい、接続になります。はい、まだまだ暑い日が続きますので、お必要な時もあるでしょうということで、扇風機、アウトドアを快適にする、はい、でこれはですね、まあ、使うところのボタンを押して 100V になりますので、あとはこれできるんですね。でおお涼しい、はい、まあ、これ今扇風機ですけど、冬だったらホットカーペットとか、ね、あとそうですね、電気毛布、電気毛布もいけますし、ストーブもいけますよね。ストーブも機種によって、まあ、うん、ちょっとこちらの機種だともしかしたら足りないかもしれませんけど、うん、はい、上の機種だったらもう電気ストーブ1000ワットのモデルだったらもう十分使えます。で次はじゃあこの冷蔵庫みたいな、こちらをいっちゃいますか。はい、こちらはよく 100V、 まあ機種によって100ボルトの電源がついてたり12ボルト、うん、両方ついてたりしますけど、どっちでもいいです、使えるもので。今日はじゃあこの12ボルトの方で使っていきます。同じようにですね、これ差し入れていただければ、ちょっと冷蔵庫なんで、はい、動いてるかどうかってのはちょっと分かりづらいんですけども、一応こちらにですね、今出力してるワット数、今45ワット、うん、まあ、44動いてますけども、これが今その、まあ、こちらに、はい、冷蔵庫の方に行ってる出力になります。はい、
これ容量がこっちが大きければ、はい、こっちの冷蔵庫も、はい、まあ、渡すに応じて上げていけるっていうことですね。あ、そうですね。冷蔵庫が、はい、これが500ワットの出力、はい、RB6 になりますから500ワットなんですけども、うん、まあ、こちらが500ワットまでだったら使える。なるほど。でそれ以上の場合だと、まあ、RB10 で、で1000ワットまで使えるんですけども、なるほど。冷蔵庫の場合ですね、はい、多分こういうのは大事だと思うんですけど、はい、家の冷蔵庫ってはい、をやりたいっていう方が結構たまにいらっしゃるんですね。はい、例えば停電の時とか、はい、で冷蔵庫の使用によって差し込むと、はい、本当は300ワットぐらいなんだけども、うん、それの約3倍ぐらいまで最初ドーンと、出力が、かかる場合があるので、そこはちょっとご注意が必要かと思います。なるほどですね。はい、まさかの白物家電がキャンプ場で使えるということで、もう一つ最後にポットですね。ポットはですね、よくね、僕実家でね、お袋がね、米炊きながら焼肉ホットプレートでやってて、なんか姉ちゃん帰ってきて、なぜか夕方出ていくのにドライヤー当ててて、バーンってブレーカー落ちちゃうみたいな、はい、イメージがある。結構使えるのかな。使います、使えるんですね、こういったですね、ポットとか、はい、あと炊飯器とか、はい、そういったものって熱を発しますので、はい、熱を発するものがね、ワット数結構使うんですよ。やっぱりそうなんですよね、なのでよくブレーカー落ちるのも落ちましたね。だいたいそういうドライヤーとか、はい、熱の出るもので落ちる場合が多いと思うんですけども、これ500ワット出力タイプなんですけども、うん、まあこちらのポット、小型ポットですね、うん、使えるかどうかちょっとこれもやってみます、うん、はい、沸かすになってる、はい、来ましたね。でも一気に上昇しています。わ、本当ワット数が、温度が上がればもっと上がっていくんです、はい、そうですね、はい、そういうことなんですね。そうですね。例えばこれ今1リットルタイプですけども、うん、2リッター、3リッター用になると、うん、もっとワット数使えますので、あ、なるほど、そうすると上がってくるっていう感じです。こちらだとね、ワット数が500ワット以下ですので使えるんですけども、うん、先日お伝えしました、はい、どういったところで使えるかどうか判断っていう、はい、例えばこれ、後ろのところを見ていただくと、とこちらにですね、ワット数 AC で38から42って感じですかね。うん、とはこういうふうにワット数が、こういう仕様が書いてますので、この使用表を見て使えるかどうかの判断ができるかと思いますので、はい、ちゃんとした家電製品なら、はい、ちゃんとこれついてますんで、うん、なるほど、はい、まあ大体の大型なもんでなければ、はい、家電は大体いけちゃうっていう。そうですね、はい、これどうしてもいけないもんってあります？例えばチェーンソーとか。チェーンソーもですね、そのどのぐらいの出力、はい、ワット数を使うかによるんですけども、はい、1000ワット以下のものであれば、はい、使います。はい、っていうか、さっきマジさんが作ってるビデオで流れてるんですけど、一応知ってるんですけど、チェーンソーも使います、はい、今のところ使えないっていうのは、よく皆さんお庭で使われる、はい、高圧洗浄機とか、 あれは1000ワット以上、1200とか、なるほど、あとはホットプレートでも結構大きいホットプレートとか、あれはやっぱり1200とかいっちゃいますので、そうするとちょっと厳しいかなっていうところですね。ドライヤーって今どんなんなんですか？はい、ドライヤーもやっぱり1000超えてます、はい、超えるものと超えないものがありますけども、はい、やっぱりほとんどは超えてますので、冷風モードでやる分にはいいんでしょうけども、温風状態にするとやっぱり超えてしまうかなと思いますね。はい、よくキャンプ場の電源サイトで使わないでくださいとよく言われているもの、まあそのものですね。大型のホットプレート、はい、あとドライヤー、あと炊飯器とかも結構言われて、まあその辺は出力を見ていただいて、そうですね、こちら合わせていただいて、そうですね、はい、で、できたらちっちゃいものにしていただいたらいいのかなと思います。はいはい、これちょっとこれはちょっとうちの店からさっきのこのベアボーンズのビーコンと並んでよく売れるやつなんですけど、ストリングスライト、これもつけちゃおうかなと。これは実際僕も使ってるんですけど、実際うちの奥さんの携帯のモバイルバッテリーから抜くので、これをつけてる間うちの奥さん結構ちょっと機嫌が悪い時があるんですけど、もうこれを見た時にやっぱりもうキャンプって電気なんだなってちょっと思っちゃいましたね。でこの線の最後がこっちにつながってると。はい、着きました。でこれで、充電してるビーコンライトとストリングスライトでやっちゃうと、もうガス、ガソリンとか電池とかそういうの出ませんので、非常に楽にキャンプができるのかなと思います。
ちなみにですね、はい、今これテントの中で使っているという状態を想定してますけども、はい、よく比べられるものとして発電機とか、はいはい、あとなかなかいらっしゃらないですけど車用のとか、はい、あとボート用のバッテリー、はい、そういったのでこういったものを動かすということを想定される方もいらっしゃるんですけども、はい、ああいったものってガスが出たりもちろん音も結構やばいですよね、結構たまに言いますよ、皆さんマナー守ってください、静音仕様と言われているものでも、はい、結構な音出ますしね、やっぱり命に関わる排気ガスとかはものになりますので、はい、室内とかそれテントの中とかあと車中泊だと車の中で使わないでくださいねってなってますけども、ポータブル電源はそういったあの排気ガスは出ませんし、音はあの中にファンが入ってるんですけどね、ファンの音がちょっとするぐらいで、一応ねします、ほとんどしないですよ、なので家の中とか、あとはその車の中、テントの中でも安心してお使いいただけるっていうのも大きな魅力だと思います。使い方としてはとは言っても電気のものなのでやっぱり雨に濡らさないとか、そうですね、というところだけ気をつけていただければ、はい、しっかり使えますので、あ、もう沸きましたね、沸きました、沸きました、じゃあもう快適なあれですね、もう沸いてます、はい、バッチリ沸いちゃいました。それで100ワットから使って 10% 弱の使用と1回で、なるほど、はい、まあ、今いっぱいいろんなもの刺しましたからね。というわけで今日は JVC のジャクリー実際にキャンプ場で使ってみたらこうなる実験でございました。マジでありがとうございます。ありがとうございます。次はソーラーで外で1回撮影して、ね、僕持ち込み企画で僕の車をキャンピングカー仕様にできるのか普通の車をキャンピングカーになるのかっていうのをちょっと企画でやりたいと思いますので、はい、ご期待ください。チャンネル登録といいねお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。